こんにちは。シゴスピチャンネルの管理人ことスピリチュアルの語り部、天心です。シゴスピラジオはスピリチュアルにまつわるあんなこと、こんなこと、世の中にあるこんなことはスピリチュアルという視点で見たらどのような意味があるのといった内容で話していきたいと思います。今回のテーマは霊的感能力を高める妖怪作法ということでお送りしたいと思います。はい。2021年、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。ということで、今年に入って一発目の、シゴスピラジオになりますので、今年もよろしくお願いいたします。ということで、まあ、挨拶もそこそこ始めていきたいんですけれども、まあ、霊的感能力を高める妖怪作法ということで、まあ、このテーマをお話ししていきたいわけなんですけれども、まあ、元旦になりましたのでね、皆さんも初詣、と思ってる方も多いと思うんですね。特にこのスピリチュアルなことに関心のある方はね、ぜひ行きたいと思ってらっしゃるところではあると思うんですけども、ただちょっと今コロナ禍ですよね。でなかなかこう、まあ例年のような感じで参拝がうまくいかないと、まあ密を作らないように、まあこう人数制限してとかいうところもあるでしょうから、なかなか、初詣行きにくいなと思ってらっしゃる方もいると思います。まあそんな方はですね、まあもちろん手近なちっちゃな、あんまり混まないと言ったらあれですけども、まあそういう神社であれば行けるかもしれませんし、そういうところにはまあ行かれたらいいと思うんですけれども、まあなかなか行けないという、行きたい神社にね、参拝したい神社に行けないということもあると思いますので、今回はですね、妖怪というのは、まあ、遠隔参拝のことですね。この作法で霊的感能力、すなわち、神社ね、深く感応して、ね、その神社の地場にこう、ね、接続して、参拝するという方法について教え、まあ、ご教授という、なんていうんですかね、ご紹介、していきたいなと思っておるんですけども、まあ、結論から言いますと、その参拝先の神社ね、自分が参拝したいと思っているけども、まあ、いけないので遠隔でしようと思っている神社とのつながりを強めることが大事なんですね。結論としては感能力を高めるには、じゃあどうしてそれが必要なのかというと、そもそもね、神社というのはなんとなくこう、皆さん神社のあの境内の中に行って手を合わせてね、お参りすればいいというふうに思ってらっしゃる方も多いんですけども、本当のスピリチュアル的な意味の参拝っていうのはそれじゃダメなんですね。しっかりと霊的なつながりができて初めて参拝になるんですね。それが本当の意味のスピリチュアル的な参拝になるんですけども、なんとなくその境内に行って手を合わせるのは、まあいわゆる観光参拝といってですね、まあ、観光としてはいいと思います。まあ歴史ある神社見てね、ああ楽しいな、なんか普段と違う景色見れて面白いなというところで、まあ旅行として考えればそれでもいいんですけども、スピリチュアル的な観点で言うとちょっと薄いと。なのでつながりを深めることが、つながりの法則なんて私呼んでますけどもね、引き寄せの法則ならぬつながりの法則ね、つながりの法則を意識して参拝することが大事なんですね。じゃあどうしたらつながりが良くなるかってことなんですけども、一つはまあその神社のしっかり情報を得ましょうと。なんとなくこうフラッと行くよりも、その神社のまずホームページとか大体用意されているところもありますので、そういうところの情報をしっかり読み込んでいくというね。でまあ自分なりに調べたりとか、その、ね、来歴とか、祭神についての知識とか、神社に対する情報を仕入れると。そうするとですね、やはり情報量が多い分だけつながりやすくなるということがありますと。もう一つは縁起物を買うんですね。で今回は遠隔ですから現地に行けないじゃないですか。ただ最近ホームページ上とかから結構ネット通販みたいな形ですね、お札を購入できた、あるいは様々な祈祷に遠隔で申し込めるというのも結構やられてる神社さん、あるいはお寺さん多いと思いますので、そういうものを買ったり申し込むっていう方法があります。でそれはどうしていいかというと、縁起物を買う、すなわちそのお札とか浜屋とかいろいろありますけども、ああいうのってなんとなくなんとはなしに買ってると思うんですけども、あれが家にあるということは神社の一部を家に勘定してね、持ってきてる、つながりを得てるという意味があるんですね。だからなんとなく買ってると思われるんですけども、それを買うことによってつながりを強化してるんですね。なので結構ああいうのはですね、別に絶対買わなければいけないものではないものの、ただたくさんというか、そんなにめちゃくちゃ買い込まなくてもいいですけども、そういった
縁起物をですね、身近に置いておくだけで、その神社とのつながり強くなりますんで、そういう意味で、まあネット通販的なものでね、ホームページ上で販売してる神社なんかもありますので、そこからですね、縁起物を買ってみると、あるいは申し込む、祈祷を申し込むとかね、そういうことをやってみると、つながりが深くなるかなと思います。だからこれも一つのつながりが良くなる方法ですね。で、もう一つは、まあ、自分の家にですね、その神社のと同じような空間を作ってしまうと。だから先ほども言いましたように、ネットでね、お札をいただいて、それを祀ると。それだけでもですね、その自分の部屋の中にその神社と同じ空間がね、美容、まあ、ある意味拙者みたいな感じになるわけですよね。うん。その本殿ではないけども、拙者としてのその空間が家の中にできるようなもんで、そういう場ができるんですね。そういう、積極的にそういう空間、場を作っていこうということですね。で、場を作ってしまえば、そこを通して霊的なつながりを得ることができるんで、うん、そういう方法もありますよと。あとは時間ですね。その神社に意識を向ける時間を担保しましょうと。うん、だから、逆になんとなく意識も向けずに、なんかダラダラとね、その境内に行って、なんとなく手を合わせて、なんとなく帰ってくる。それでももちろん観光だったらは楽しいわけですけども、それだとですね、やっぱりつながりが悪いと。つながりが悪いということは、そこの神社の降りている神霊とか、あるいは様々な霊的な存在のバックアップを受けにくくなるんですね。つながりがないと彼らは動きようがないんでね。なので、つなげるためには時間を担保する。ね、5分でも10分でも30分でも、長ければ長いほど多分いいと思いますけど、まあ、とはいえね、何時間もそこに使えるというわけではないでしょうけれども、もう確保すると。この5分間、この10分間はその神社のことだけ考えて、ね、意識を向けてお祈りすると。で、そういう時間を作っていく。そうすると、結構ですね、霊的感応が鋭くなってくるので、非常に実りのある参拝ができるということですね。これが、まあ、いわゆる、つながりの法則でございます。まあ、引き寄せの法則なんていうのもありますけどね、そちらの方が有名かもしれませんけども、ね、物事、スピリチュアル的に、こうね、感応していくということに、興味のある方はですね、つながりの法則というのもですね、心に留めておいて、まあ、遠隔だけど、要配だけど、遠隔だ、ね、遠くからだっていうふうに思わずに、つながっているっていう意識を強めるために、そういったこと、今言ったようなことを、やっていく、情報を得る、縁起のものを買う、空間を作る、時間を作るなどをしてやっていく。そうすると霊的感能力が高めて、その、ね、遠隔での参拝が可能になるということになりますので、ぜひ試してみていただけたらと思います。ということで、今回もシゴスピラジオを聞きいただきましてありがとうございました。シゴスピラジオでは、触れてほしいテーマ、スピリチュアルに関する質問などを募集しています。投稿先の詳しい情報は概要欄に書いてありますので、よろしければ読んでみてください。概要欄は動画下、詰め掛けのところになります。ブログ、ツイッターなどでも情報発信していますので、そちらもフォローよろしくお願いいたします。また、シゴスピチャンネルのチャンネル登録もよろしかったらお願いいたします。ではまた次回にシゴスピラジオでお会いしましょう。さようなら。